はい、ピースケでサクセスやっていきますということで、さあ戦いろいろ見ていきたいと思います。でまずアイドルパワーが、後半に入りました。うん、まあスルーでいいと思います。はい。でなんか育成応援来てまして、まあこれもスルーでいいと思っております。はい。なんかパリピとか入れてあるけど、うん、スルーしてください。もう新高校年末に備えてください。はい、ということです。そうだね、うん、メンバーはこれで全部かな。うん、そうだね、いらない。まあなんかちょっと武田とか国樹とか、まあ勝負師ちょっと意識してたりとか、うん、っていう感じだと思うんだけど、ニャプテトもそうか。うん、この中で使うやつは誰一人いないので、うん、スルーでいいです。まあで今はもう、あ、まあ一応能見くんあるけど、まあもう準備って感じかな。チャレンジも特に増えてないし、多分あのエジプト始まった時にエジプトのチャレンジ関係が来て、まあ来週レンチャレとかなのかな。はい、っていう感じになるとは思います。はい、で、はい、迫るなくなったので、なくなってないけどね。なくなってないけど、まあ、千丸、まあ、もういらなくなったプラス、何がいいんだろうな。まあ、いいやつもいらないので、エジプトは。もう、普通に盆栽で。うん、天才ももう価値ないので、うん。こんな感じです。まあまあ、サクセス頑張りましょうって感じですね。はい。エビルはまだ千丸あるんで、天才使うんだったら、まあ、エビル一択っていう感じになります。はい。で、まあ、桃鉄来てからはもう使うことないのかなっていう感じですね。はい。で、ゴブリーの修正と小高の修正が来てます。どうなんだろうね。まあ、ゴブリンがいつ覚醒来るかっていうのが、まあ、結構、ポイントにはなるかなっていうふうに思うんですけど。はい。そんな感じです。早く出してほしいよね。同時で来るのかな。で、集計中です。いや、これマジで危なかった、ほんと。ポケモンやりすぎてさ。うん。まあ、なんとか500はハブ入ったと思うんだけど、うん。ほんと最低限しかできなかったかなって感じですね。なので、ちょっとタイミングをね、お願いしますね。うん。ポケモン発売とかと被らせないでほしいです、ほんとに。うん。困っちゃうから。うん。って感じかな。以上ですかね。多分もう木曜までは暇だと思うんで、そうだね、まあまったり頑張っていこうかなっていうふうに思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。バイバイ。